ニュースを見て一大事だと思い、二宮財閥が総力を挙げて探しに行こうとしているところでした。他の山の手ボーイズたちもあなたのご友人も心配しています。今どこにいるんですか？は？事情は分かりました。今助けに行きます。どうしたの、ハニーちゃん。コーヒー？あれで？どこかからお迎え？とりゃー！何やに！隕石の衝突！宇宙人の襲来！浜田君、いくら君でも恋人である彼女を誘拐するとは。ビッグバーガーセットをお一つでよろしいでしょうか？セット？ああ、ではセットで。サイズはどうなさいますか？サイズ？身長なら6フィートですよ。ああ、服のサイズでしたか？すみませんが、これは生地から特別に作らせたオーダーメイドなんです。サイズも僕サイズとしか言いようがありません。ではお支払いは610円で。カードで一括払いで頼みますよ。お分かりいただけますか？我々のこのモヤモヤした気持ち。オータムリーフのオーナーも言ってたでしょ。君との未来を考えるなら、ちゃんと稼がないとってね。どんなに夢を語っても、現実はやってくるんだよ。それを乗り越えなきゃ、夢は叶えられない。君と共に生きるためには、今のスタイルじゃダメなんだよ。そうだね、君のせいだね。じゃあ君が解決してくれるの？俺の生活を支えてくれるの？俺の歌を売ってくれるの？君に何の力があるのさ？そうだね、君と生きる道を選ばなければ、ルーシーはルーシーのままでいられた。君に出会わなければ、ずっと自分らしくいられたかもね。